皇室会議は、日本の皇室に関する重要な事項を合議する、国の機関である。皇室典範、第28条以下に定められる。重要事項について、皇室会議の議を経る、または、議によることとされ、諮問機関とは一線を画する。なお、宮内庁長官が議員として参加したり、会議が宮内庁本庁舎で開催されたり等、宮内庁と関係が深いものの、皇室会議は、宮内庁の機関ではない。皇室会議は、以下の議員10人でこれを組織する。皇族内閣総理大臣衆議院議長及び、副議長参議院議長及び、副議長宮内庁長官最高裁判所の長たる、裁判官及びその他の裁判官一人議員に事故が、ある時や議員が欠けた時に職務を行うものとして、以下の予備議員が置かれる。職務を行う順序は御選の際に定める。皇族議員の予備議員2人衆議院議長、副議長たる議員の予備議員2人参議院議長、副議長たる議員の予備議員2人、内閣総理大臣たる議員の予備議員宮内庁、長官たる議員の予備、議員最高裁判所裁判官たる議員の予備議員2人、皇室会議は、この法律及び他の法律に基づく権限のみを行うと定められているので、皇室会議で決すべき事項は、新たな法律の制定、改廃がされない限り以下のもののみである。印が付されているものは、出席議員の3分の2以上の多数で決する事項。ありがとうございます。